はい、こんばんは、いらっしゃい、楽しんでいってください。こんばんは。はい、こんばんは。お、しゃくんがいらっしゃい。しゃくん元気？こんばんは。初見さん、八百屋さんいらっしゃい。楽しんでいてください。コメントありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。のんたん後ろにいる。寝てる。うん。たくみさんにメールしてる、今。はい、こんばんは。体調補給いらっしゃい。音質、そうっすね。機材を、ステレオミキサーって言って、ミキサー入れてるんですよ、ヤマハの。これがそうなんですけど。多分ね、だから他の配信よりも音はいいはずですね。これが、まあ、その、オーディオインターフェースなんですけど。うん。結構他の配信よりも音はいいはずですね。ノイズとかないでしょ？うん。みんなこんばんは。うん、そう言いながら下半身あたりにノンタンいたりしない、しないしないしない。手こきからわけじゃないから。ワド君が前言ってた来店したらシャンパンくれる革製品。ベルルッティですね。ベルルッティです。うん。あ、まあベルルッティだけじゃなくてカルティエとかもやってるね、結構。まあハイブランドの店ほとんどやってるんじゃないかな。うん。ベルルッティ。俺が結構、靴はそこで買おうと思ったことないんだけど、小物とかはいいなと思ってて、財布とかすごいいいよ。長財布とかも売ってるんだけど、かなりおすすめですね。ベルルッティですね。ベルルッティ。音楽関係の方ですか？もともと19歳の頃に初めてその起業したのがライブハウスだったんですね。なので、PA とかも多少はやってましたね。はい、1年ぐらいですけどね。裏方で音響関係やってたのは。ただまあ、素人に毛が生えたようなもんですよ。宮田さんいらっしゃい。おやすみ。おやすみ？なんだろう。今日休みなの。宮田さんいらっしゃい。もともとだからミキサーとかいじること多かったんで、うん、配信もいい音出したいなと思って。それでやってますね。音には結構こだわってる方だと思います。音いいでしょ？他の配信よりも。音いいはずなんだよね。今はもう音楽業界からは離れちゃってますね。だいぶやってないですね。プレゼント選びで参考にしてもさせてもらう。高いよ。高いよ、ベルルッティ。ギュアスさん。小銭入れとかでも6万とかするよ。こんな小さい小銭入れで。すごい高いよ、ベルルッティは。ただまあ、その一流の人とかはもう絶対知ってるから、喜ぶだろうね。あ、こんないいもんありがとうって。靴とかでも最低の値段が20万とか、バッグとかも4、50万とか、当たり前の世界の店だから。うん、ベルは高いですよ。
まあ、1万、2万、3万ぐらいだったら、ここの方がいいと思うけどね。ヘルツの方がいいと思うけど。ヘルツ結構おすすめですよ、ヘルツは。絶対音感持ってないけど、聴覚過敏って言って、絶対音感に近いやつは持ってるね。絶対音感っていうのは音程が取れる。音程を理解できるんだよ、すべての音。逆に俺音程は弱いんだけど、疲労周波数の耳がいいって言ったらいいのかな。要は、10人同時に喋って10人の音が聞こえるっていうやつね。逆に言うと障害だからあれなんだけど、これ、実は絶対音感持ってる人が持ってるの多いって言われてるんだけど、なんて言えばいいのかな。言葉が理解できるんじゃなくて、人間ってさ、一人が喋ってたら一人の音にフォーカスすることができるの。だから周りがうるさくても一人の会話聞けるんだけど、俺は実はそれができないんだよ。そう。全部の音が全部同時に入ってくるっていう。周りがうるさいとダメなんだよ。うん、ヘルツいいと思うよ。ヘルツ。これは渋谷だから、これだったらね、プレゼント、まあまあ、しかもね、10年、20年って持つから、これお財布とか手帳カバーとかいいんじゃないかな、プレゼントに。まあビジネス系だったら、うん、例えばね、カードケースとか4、5000円であるね。3、4000円か。免許証ケースとかも4000円とかであるし。うん、結構いいよ。うん。まあ、いくらぐらいのもので、どういうものをプレゼントするかによるけど、手帳カバーとかも、まあね、1万円切る値段ですごいいいし。筆箱とかも4000円ぐらいかな。うん、ヘルツ。渋谷にあるね、お店は。うん。これ結構かっこいいブランドですよ。土屋カバンのプレゼントしたんやけど、チャック壊れて。はぁはぁはぁ、カバンか。土屋カバンってわかんないな、俺。ここはカバンはだいたい4、5万ぐらいのラインナップだね。4、5万。でもまあ、カバン結構いいっすよ。うん、土屋カバンっていうのがあるんだ。俺が買ったビジネスバッグはなんか学生カバンみたいなやつなんだけど。これだね、俺買ったのは。これ。はい、ワード2。たくみさんいらっしゃい。音いいっす。エフェクトかけるってことできますよ。あんたたち行くわよ。もちろんできますよ。土屋カバン？吉田カバンならわかるけどな。ポーターね。あ、坂本さんいらっしゃい。さっき M 将軍のところで会ったね。うん、いらっしゃい。エフェクターは、これは、リバーブかな？リバーブが入ってんのかな？ディストーションとかかけられんのかな？やってみようか。エフェクター、エフェクター。エフェクターはね、もしかしたら、あれだけかもしれない。リバーブだけかもしれないね。リバーブだけかな。こういうのもあるの。ディレイあんのかね。ちょっと今試してるけど、ディレイないっぽいね。リバーブだけっぽいな。エフェクターは。エフェクターは、あ、ディレイあるね。ディレイも あったわ。でも、聞きが悪いかもな。我々は、我々は。面白いね。あれ、これデフォルトに戻したいんだけど。聞こえてる？これ。はい、ワード2、いらっしゃい。デフォルトに戻す、デフォルト。これか。デフォルト。うん。リバーブだね、基本的には。リバーブだけ。あの、若者しか聞こえない音って昔流行ったけど聞こえた。俺今でも聞こえるよ。モスキートーンでしょ。聞こえる聞こえる。全然バリバリ聞こえる。てかもう、あの音域が聞けないと音響はできない。逆に、下の音も聞こえる。ほっほって音ね。空気の音なんだけど。低音の音も聞けないダメ。あ、いえ、八百屋さん、ありがとうございます。まあ、これはどちらかっていうと、ミキサー、ヤマハの AG03 っていう機材なんですけど、これはね、配信用ですね。
あの、ループバック機能って言って、パソコンから流れてる音をこの中でミックスすることができるから、今パソコンの中で流してる音っていうのがこの BGM なんですよ。極端な話、こうやってでかくすることができるっていうのも、切ることもできるっていう。つまみをいじるだけで、パソコンの鳴ってる音と、今喋ってる音をミックスすることができるんです。うん。聞いたことないので、頭が痛くなる耳鳴りみたいな音だね。うん。あんまりいい音じゃないよ。もうほんと蚊の高い音だから。キー、キーっていう、うん、声じゃ絶対出ないけど。いらっしゃい。ロクちゃん、風さんありがとう。つみきちゃん、バガありがとう。私あの音絶対聞き取れない。普段イヤホンして、音楽ガンガン聞いてるけど、耳に良くないのかな。あ、イヤホンはね、絶対耳悪くなるよ。うん。俺も鼓膜3回ぐらい破けてる。鼓膜って実は簡単に破けるんですよ。だから俺鼻ブーってやると、耳がスーって、耳から空気抜けるもん。結構痛いんだよ。もうドラムやってたからしょうがないよね。鼓膜ってね、破れるっていうか厳密に言うと剥がれるの。周りが。くっついたりもう癖になってんの。空気がパカ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 してて、調子悪い時バツって聞こえなくなるんだよね。まあでもモスキート音は別に聞けなくても全然いいと思うよ。怖い。いや普通でも結構あるよ。全然鼓膜破れてる人は結構いる。鼓膜が本当に破けるともう元には戻らないね。再生はできないって言われてる。剥がれるのはなんとかな、くっつくんだよ。剥がれやすくなってるって言った方がいいね。でも本当に耳障りな音だね。頭痛くなるっていう。もう、あーってなる、俺は。なんで、彼女とかと歩いてると、あーって何どうしたのってな、すごい音してるって。駐車場から、新宿のね、そこのスーパーのところ、駐車場のところで若者がたむろしないように流してるんだよ。すごい嫌だ。機材があれば声を作って配信もできる。あ、できますよ。例えばコンプレッサーかけると、あ、今ちょっと音が小さくなったっぽいけど、コンプレッサーをかけると、こうやって、音をね、作り変えることができますね。今、ハイトーンの音を出してるんだけど、あーってこうやって。あと、低めの音を作ると、こういう、低い音を、なんかこう、映画館みたいなね。全米が泣いた、史上最悪の映画。ワードの異常な罪がある。みたいなね。こういう音も作れます。まあまあ、声の、今、イコライザーをいじったんだけど、多分ね、配信だから、多分伝わってないと思う。携帯電話の周波数出てないと思う。低い音聞こえた今。聞こえてた？ちょっとそれがわかんないけど。おい、マライオンいらっしゃい。全米が泣いた史上最悪の映画ってなんだよ。全然意味わかんなかった。言ってる意味が全然わかんないよ。全米が泣いた史上最悪の映画って何？日本語おかしいだろ。自分で言っててびっくりするわ。スバニャンとパコったって本当？いや、パコってないけど。誰が言ってんの、そんなこと。やめて、そういうの言うの。パコってないっすよ。誰が言ってんの、そんなこと。え、すごい迷惑なんだけど、俺彼女いるし、そういう噂流すのもやめてほしいんだけど。俺パコってないっすよ。は？マジで言ってんの？あ、本当にやめてほしいんだけど。もし本当だとしたら、ポンプでしょ。言ってないでしょ、そんなこと。和道さんに襲われた？違うでしょ、俺の彼女でしょ。俺じゃないよそれ。俺の彼女だと思うよ。
3杯目と飲んだ後。いや、合ってないよ。うん。3杯目と飲んだ後、別に合ってないけど。っていうか、連絡先知らないもん、俺。うん。パコってない、パコってない。パコってないっていうか、まあ、無理だね。生理的に無理だね。30分だけコラボ枠やろうかな。白目向いて倒れる。30分だけコラボ枠やるから枠取り直すわ。じゃあみんな一旦お疲れ。30分だけコラボ枠やります。お疲れ。はい、みんないらっしゃい。30分だけとつまちやります。どうも。何でもいいので、かけてきてください。リスナーさんでも全然 OK ですよ。はい、風船プレゼントありがとう、あやか。いらっしゃい。ほい、テッドさんこんばんは。楽しんでってください。とつまちやります。はい、ワドツー。モネ風船ありがとう。シオありがとう、ワドツー。かかってくるかな？こんばんは、ひろみさん、いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。楽しんでってください。あ、あめさん、こんばんは。楽しんでって。30分だけ、コラボ配信やります。かかってくるかどうかわかんないけどね。アルバさん、こんばんは。楽しんでってください。アルバって、あれだな。なんだっけ。レイチェルが飼ってる猫の名前が確かアルバだったような気がする。アルバじゃなかったかな、うん、間違ってるかもしれないけど、あ、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、あやちゃん、フォローありがとう。はい、こんばんは。海崎こんばん、海崎さんこんばんは。月見ちゃんこんばんは。少し音小さい。ねコラボ配信やるとね、小さくなっちゃうんだよね。音楽は聞こえてる？音楽は聞こえてる？みんな。音楽。なんか知んないけどね、コラボ配信だと音が小さいんだよね。なんでだろう。待って。ダメだね。レイチェルが飼ってる猫がアルバって名前。だよね、合ってるよね。あ、聞こえる？どう？小さい音。どうすか？みんな。どうしたらいいんだろうね、これね。聞こえますか？聞こえてる？そんなに小さくないよね。大丈夫だよね。アウトプットをでかくすればいいのかな？聞こえてるけど声が小さい。最大音量で聞いてる。やっぱりそうだよね。アウトプット。アウト。パン。どうすればいいんだろうな。ちょっと待ってね。今、設定するから。いや、爆走に指一本触ってないよ、俺。うん、何また吹かしてんの爆走。詰めるよ、本当に。普通に聞こえる？なんか、声が小さいっていう人がいるんだよね。なんでだろう。なんかね、コラボ設定にすると、確かに、いつもより小さいんだよ。さっきより小さくなった。極端には小さくない。携帯から聞いてる分には全然 OK。あーごめん。多分ね、コラボにすると、マイクの音量が下がるっていう設定なんだよ。てか、爆走に言っといて。迷惑だからやめろって。爆走に嘘つくなって言っといて。それ誹謗中傷で、あれだよ。通報するよ、俺。本当に言ってた、爆走。本当に言ってた。
それ本当に言ってた？爆走。マイク近づけたら大丈夫。爆走がさ、爆走が和道に襲われたって言ってた？誰か聞いた人いる？他に。ツバニャン。そう、本当に言ってた？俺通報するから。そんな、名誉毀損でしょ。そんなやってもないことで。マイクを、そうだね、マイクの向きをやっぱりこうやってやると音は良くなるね。うん。ヨンヨンいらっしゃい。爆走迷惑だよね、ほんと。ほんとに言ってたのかな？やめてほしいんだけど。すごい、迷惑です。そういうのやめてください。後ろの BGM は聞こえる？バックに流れてる BGM も聞こえてんのかな？大丈夫かな？いや、いつ言ってたかわかんないけど、なんかみんなが、爆走が爆走がって言ってるから、多分ほんとなんだと思うよ。うん、困るんだよね。いや、知らない。今、リスナーさんからコメントで流れたから、多分、本当なんだと思うけど、あ。言ってたんでしょ？ BGM はオリジナルではないですね。フリーサイトから商標利用 OK な、フリー素材取ってきてますね。ドーバっていうサイトで、今、ダウンロード数2位の音楽ですね、これは。はじめ社長も同じの使ってるっていう話だよ。音は大丈夫。うん。ありがとう。なんでそういう人が傷つくような嘘をつくのかね。わかんないよな。なんなんだろう。ローバ。ドーバ。D、ドーバ。ドーバ。ドーバフリーサイトとかフリー音楽で検索すると出てくるね。ドーバ。はい、ワード2。なおちゃんいらっしゃい。もし、コラボ上がりたい人いたら、気軽に上がってください。あと25分限定でやります。リスナーさんでも配信者でも全然構わないですよ。どちらでも。どちらでも。トツ、全然参加 OK ですので、もしよかったら、ワドと一緒に番組を作りましょう。この中で配信やってる人とかいるの？緊張して話せない？なんで？別に話せるでしょ。普段ずっと見てんだから。うん。まあ、一言質問とかでもいいし。うん。なんで緊張すんの？一般人ですよ、僕は。スーパースターと話すの緊張する。配信会のスーパースターと。やっぱプロとね、プロと話すのは緊張しますよね。風邪ひいた？風邪ひいてないよ。こんばんは。ナタリーいらっしゃい。俺鼻声だよ、もともと。今日はマイクの音が小さいっていうことで、マイクを近づけて今ここで喋ってるんだよね。普段ピンマイクでこうやって喋ってるんだけど、アタックが強くなるように。マイクの向きを変えて喋ってます。違う？詐欺られるんじゃないかって。何をよ。リスナーさんの何を詐欺ったんだよ、俺。詐欺ったこと一回もないですよ、何も。今、和道さんのこと聞いてみたけど、スルーされた。なんだろうね。まあ、あんまり、悪い噂みたいなの流さないでほしいですね。なんか襲われたとか、どうのこうのとか。やめてほしいですね。なんか、昔、ゲルゲを殴ったとか言われて、ゲルゲが嘘ついて、結構なんか、女性リスナーから品種かかったことあるんで。俺は女に手出さないですよ。コメント読まなかった？なんだろうね。なんでそんなこと言うんだろうね。なんか影響力ある人がそういうふかしたりとか嘘をついたりとかよくないと思うんだよね。500人とか見てるわけだから、そう、影響力のある人が言ったらそれが事実として広まっちゃうんだよ。それがすごい良くないと思ってる、俺は。良くないです、自分が持ってる影響力の使い方を間違えたらダメね。それはインターネットっていうのは嘘は絶対バレるから。そう。ネットで嘘を突き通すなんて無理だから。
あ、もしツイッターやってる人でまだフォローしてない人いたら、ツイッターフォローよろしくお願いします。わけわかんないね。あ、でもね、聞いてる人がね、二人いるみたいだからね。うん、はい、こんばんは。ガチャヒロさんいらっしゃい。楽しんでってください。こんばんは。楽しんでってください。タイムラグが結構あるのかな？ラグってるっぽい。ちょっとラグ確認したいんで、あ、ガニオさんいらっしゃい。ちょっと、5秒カウントダウンしたら、手を挙げてください。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4。4秒ラグか。じゃあ、ラグはないね。ラグはないね。うん、よかったよかった。ラグはなかったわ。大丈夫だ。ありがとう。手挙げてくれた人。ありがとうございます。ありがとう。みんな。ありがとう。ありがとう、ありがとう。大丈夫だ。4秒からって感じだね。携帯と、また、あれで、ラグがあるんだろうけど。新しいフォロワーさん紹介します。八百屋さんフォローありがとうございます。八百屋さんフォローしてくれたんだ。ありがとう。コラボ上がってこないね。なんだろうね。昔からね、コラボあんま人気ないんだよな。喋りづらいのかな、なんだろうね。昔からね、結構人が集まってる時からね、とつまつとかやってもかかってこないんですよ、僕。なんだろうね。結構人と喋るの好きだから、やりたい派なんだけどね。まあいいや、雑談やってようか。雑談やってよ。ちょっと話しづらいかも。え、どういうところが？どういうところが話しづらいの？緊張して無理。事故る。いや、全然いいじゃん。事故ろうよ。うん。一緒に事故ろうよ。うん。リスナーさんが事故るってことは俺も事故るわけだから。うん。あ、そう。緊張する意味がよくわかんないな。新しいフォロワーさん紹介します。アルバさん、ありがとうございます。恥ずかしい。なんで？なんで声聞かれるのが恥ずかしいの？よくわかんねえわ。まあ、緊張するのかな。俺も初めてうなちゃんマンに、トツかけたときは、すごい緊張したかな、やっぱり。うん、なんかやっぱ大手なわけじゃん。ね、グレイの久しとかね、上がっても話すことない。普段人の放送にはさ、ああでもないこうでもない面白いことやれとか言うくせにさ、こういう時はブルるんです。ブルって人のことはね、散々言うくせにね、面白いことやれよとか、今日つまんねえぞとか平気で言うくせに、聞いてるだけで満足？ありがとう。うん、いけるな。まあそんなもんですよ。毎日30分限定でコラボ待ちするのはどう？やだよ。めんどくさいよ。気が向いた時だけやるよ。気が向いた時だけ。だどうせかかってこないの分かってるもん、俺。どうせ毎回かかってこないんだから。うん、かかってこないんだったらやる意味ないじゃん。うん、だから、突待ちでかかってこない30分間っていうネタだから、これは。誰からもかかってこないっていうネタですよ。なんか、なんで面倒なの？わかんない。めんどくさがり屋だから。なんか気が向いた時だけやりたいんだよ。なんか、ルールを決めるとさ、守れないから。うん。なんか自分のことを縛るのが苦手なんだよね。うん。だらしない性格だから。うん、あ、外で喋ってんの？本当に車いいのかな。
うん、大丈夫だ。なんでもなかったわ。すいません。ただいま。なんか外で中国人がワーキャー言ってた。ワイ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 なんか言ってたわ。新しいフォロワーさん、ユナさんフォローありがとう。ありがとう。なんか中国人のカップルだったね。なんか中国語でなんかワイ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 言ってたよ。タバコ吸うわ。もう月曜日だよ。仕事だよ。仕事が始まるよ。みんなも今日から仕事でしょ？頑張ろうね、一週間また。また頑張りましょう。朝早いのでまたお邪魔させていただきます。ありがとうございました。うん、アルバまたね。ありがとう。アルバありがとう。今日いろんな配信者見ましたが、つまんない配信ばかりでした。行くって言って行かないとか、ここが一番対応良かったです。またゆっくり拝見させていただきます。夜分失礼しました。ああ、また来てください、八百屋さん。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いつ聞いても中国語はうるさく感じる。なんだろうね、あれはね。自己主張がすごいよね。やかましいよね。品がない。日本人って気品あるよな、うん、俺関西弁もダメなんだよね。関西弁っていうか大阪弁がダメなんだよね。男の大阪弁は品がない、うん、なんか関東の人は結構品ちゃうよね。男の大阪弁は本当に品がない。苦手ですね。なんか喧嘩するときとかはいいんだろうけどね。人を脅したりするときは。僕は苦手ですよ、関西弁が。はい、こんばんは。クーフさんいらっしゃい。楽しんでてください。のんたん大丈夫？風邪ひいた？ポカリ買ってこようか。大丈夫？うん、風邪ひいたのかな？なんか、咳がすごいね。あれ、クーフさん久しぶりじゃない？こんばんは。いらっしゃい。他の方言っていうか、なんか気質が嫌いなんだよね、大阪弁の。なんやわれみたいな。ノリ悪いなみたいなさ。なんやねんみたいな。何がなんやねんなのか全然わかんないんだよ、ね、うん。なんかノリが苦手なんだよ、関西の。それだけ。方言は可愛らしいじゃん。わて大阪ですせ。いやいや、まあ人によるんだけど、コテコテのなんか関西弁のなんかノリみたいなのが苦手なんだよ。関西弁っていうか大阪弁が苦手なの。うん、なんか、怖い。怖い、うん。千葉県民からすると怖いね。俺でも友達喋ってる時ダベーみたいになるよね。やっぱダベって言っちゃうよね。今年の風邪は夜で咳出るよ。すごかったもん。俺も一週間引いてたもん。もう咳が出て、のんたんが看病してくれて。ようやく治ったよ。大
大変だった。配信者はね、声が命だから。実際コテコテの大阪弁話すやつ少ない。あ、そうなんだ。おー、千葉だよ俺。もともと成田出身だね。成田と、あと静って言って桜市だね。生まれは習志野だったのかな。うん、生まれは千葉だね。成田でずっと育ってた。私は逆に標準語が怖い。なんか冷たく感じる。ああ、言うよね、標準語は冷たい。実際冷たいんだよ、東京の人間は。東京の人間は冷たいよ。四国行った時あったかかったもん。関西行った時も人があったかかった。優しさに。ユーカリが丘の、そう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 、詳しいな。雨知ってんの？ユーカリが丘の隣の駅だね。勝田台とか志津とかだね。京成線で。あの辺が、そうだな。幼稚園から小学生ぐらいまでを過ごして、小学、2年生まで過ごしたの、その辺で。小学2年生から、もうずーっと成田。で、成田から、まあ、新宿だね。うん、だ成田ですよ、僕は。小学2年つってもね、駄菓子屋行くぐらいだったから、うん。別に大したことはしてねえけど。あ、ワンワンいらっしゃい。彼女さんにそんなつもりなかったのですが、心配かけて。あ、ごめんね、なんか。ワンワンごめんね、悪いことしちゃって。ありがとう、見に来てくれて。悪いことしたわ。すまんすまん。関西弁軍団に一人標準弁入ると、イントネーションが標準語に近くなったりする。あ、それはあるよね。俺も関西の人を喋ってると釣られるもん。知り上がりになるっていうか。18歳の時駆け落ちして半年間ユーカリに住んで、勝田台のパチ屋で働いてた。あ、そうなんだ。いいじゃん。18歳で駆け落ちとかすげえな。旅に出たら東北来ますか？東北はね、多分最初の方に行くルートでですね、東京から千葉、茨城、福島、仙台、岩手、青森、北海道が長く滞在して、で、北海道からまた、東北行くんで。多分ね、山形も滞在長くなると思う。山形はあの、ルーツなんですよ。で、行ったことなかったんで、生まれてから一回も。山形は長くなると思いますね。北海道、山形は多分長い滞在期間だろうね。北海道リスナーさん多いし。すごい、昔からお世話になってる社長さんが二人いるんだけど、会ったことないんで、LINE 通話だけしたことあるんで、北海道の、あの、社長さん、地元で稼いでる人に会いに行く。エビさんいらっしゃい。初見さん、楽しんでってください。バドーと申します。コメントありがとうね。もし面白かったらでいいんでフォローしてください。のんたんはね、行くか行かないかっていう感じだね。近くに来たらリアトツしてもらおうと思ってるけど。一番最初は、近県から、うん。だから、千葉に行くって感じ。上の方に、北へ向かっていく感じだね。東京、千葉行って、茨城行って、上の方にずっと登っていく感じだ。太平洋側から。パシフィック側から行く。パシフィックはどうですか？九州もぜひ来てください。そうだね。九州の方は最後のルートだけど、日本は全部回るんで、日本地図を持って、みんなのところ行って、リアトしてくれた人にサイン書いてもらって、日本地図にみんなのサインブワーって書いてもらおうと思ってるから。新しいフォロワーさん紹介します。エビさん、フォローありがとう。コアラいらっしゃい。旅行はしないですね。旅ですね。旅行はしません。あと6分ですが、楽しんでってください。ありがとう、エビさん。楽しんでって。ありがとうね。ぜひぜひ、サイン書いてください。あと、限定のね、グッズも作っていくんで、ちょっと値段高いんだけど、和道グッズ3種類ぐらい作っていくんで、買ってください。福島県なんだ。じゃあ近いね。今日サメちゃん以外本当にクソみたいな、サメちゃん以外本当にクソみたいな配信だった。あー。そう、サメちゃん以外ってことは和道も入ってんじゃねえかよ。なんだその言い方。いやでもサメ島はだってプロだもん。サメ島長いし、リスナー面白いし、喋りが止まんないじゃん。
あ、うなちゃんマンが今日やってなかったんだろうね。まあ、鮫島さん好きな人は、まあ、うなちゃんも聞けるだろうし。うん。これ、鮫島さんの放送よくやっぱ、ロムって見てるね。挨拶だけして。聞けるよね。聞ける配信者がやっぱ長生きするよ。絵的に、映像的に面白いことやるよりも、なんだろう、声でね、喋りでね、人をね、安定させるって難しいんだよ。だから喋りでね、リスナーさんに愛される人は本物。サメちゃんが好きだし、ワドーも好きだよ。ありがとう。うん。クリスマス多分コラボすると思うのよ。多分、クリスマス。リスナーの心をつかむよね。だってリスナー大事にしてるもん。うん、心つかむというか、愛が伝わるじゃん。リスナーに対する。リスナーのこと好きにならないとね、リスナーから嫌われるんだよ。まあ誰とは言わないけど、うん、なんとか将軍とかさ誰とは言わないけど、なんとか将軍みたいになっちゃうんだよ。ワンタロウくんデートできたのかな。いや、ワンタロウデートとか全然見てねえわ。ワンタロウ何女できたの。初見さんいらっしゃい。チグマさん楽しんでてください。メリクリこんばんは。コメントありがとうございます。チグマさん、面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。配信歴4年目の和道です。ふわっちでも初めて1ヶ月間ぐらいやってるんで、ふわっちはずっとね、毎日毎日配信やってるんで、フォローしていただければ暇な時見に来れるんで。アメさん、風船ありがとう。いつもありがとうね、アメさん。PTPT? マジで?回線重たい? PTPT してる?みんな。どう?音おかしい。まあ、残り3分なんでこのまま終わります。待ち合わせしてる配信してました。あ、そうなんだ。見たかったわ。シグマさん3点ありがとう。なんかコラボ配信すると調子悪くなるんだよね。じゃあ、今日の配信終わりにします。新しいフォロワーさん紹介して、今日はお休みにします。皆さんありがとうございました。シグマさんフォローありがとう。エビさんフォローありがとう。ユナさんフォローありがとう。アルバさんフォローありがとう。ヤオヨイさんフォローありがとう。闇将軍フォローありがとう。タカヤさんフォローありがとう。ホイタロウさんフォローありがとう。小宇宙さんフォローありがとう。シェルシーさんフォローありがとう。コプセルさんフォローありがとう。アネゴさんフォローありがとう。モンチさんフォローありがとう。ミックスジューチさんフォローありがとう。みんなフォローありがとう。また明日会いましょう。あ、また新しいフォロワーさんかな。シグマさんね。シグマさんありがとう。フォローしてくれて。うん。おつおつ。うん。みんな、明日も頑張りましょう。お疲れ様。おやすみ。いい夢見てください。ありがとね。な?やっぱみんなコラボかけてこなかったろ?コラボ配信ダメなんだって俺。誰もかけてこないんだから。もうちょっと大手になんないと無理かもね。はい、お疲れ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。